今回こぶしファクトリーとビヨンズで、まあ、2組で舞台をやるっていうのが初めてなのですごい楽しみなんですけど、まあ、今回のリボーンは、まあ、再演ということで、はい、8年前のモーニング娘さんのリボーンの舞台を再演するんですけど、あの前回と違う部分が何か所かありまして、うん、まあ、曲数が増えたりだとか盾もすごい多くなってるんですけど、新キャラクターでナポレオンとか、はい、マリー・アントワネット、はい、そしてショパンの3人が新しく参加するということで見どころ満載になってます。やっぱり日本ならではの刀、日本刀を使った盾っていうのがすごく私的にはなんていうんだろう、盾って感じがするじゃないですか、うん、私たちこの間、まあ、以前やらせていただいた JK 忍者ガールズという舞台がありまして、そっちの方ではちょっと特殊な武器を使ってて日本刀を使うことが少なかったので、うん、今回はあの野村みなみちゃんと高瀬くるみちゃんの日本刀を使ったこうなんていうんだろう、スタンダードなと言ってもすごくそれがかっこいいので、うん、それ喋ったことない子が多くて結構なんですけど、この舞台の稽古が始まってから結構喋る子が増えて、うん、すごい私的には嬉しいですね。なんかあ今まで怖いと思われてたのかなって思ってたんですけど怖いのは間違いない。はい、あのこの舞台はすごい大人数でやっていて、それぞれの個性もしっかりありますし、笑いあり涙ありのとても面白い舞台なので、ぜひぜひたくさん見に来てほしいなと思います。お待ちしてます。